日本の花火の発展を願い、日本煙火芸術協会会員の技術の粋を集めたおよそ12分間の連続打ち上げ花火です。第3章のテーマは飛翔フューチャーです。原材料の進化とともに花火師たちが試行錯誤を繰り返し進化し続けてきた現在の花火。このプログラムでは日本が誇る花火の技術とセンスを合わせることで日本の花火の躍進を表現し、皆様の想像を超える多彩な花火パフォーマンスをお届けいたします。またこのプログラムは世界最高品質とも評価されている日本煙火芸術協会会員の花火を使用し、高度な技術が必要とされる多重心花火や自作式花火を随所に取り入れるなど、最先端の打ち上げテクノロジー演出も駆使した日本の芸術花火の未来、新しい歴史の第一歩となるプログラムです。このプログラムからは日本の芸術花火の可能性、そして未来への希望を感じ取っていただけることでしょう。それではどうぞご覧ください。Tell me I'm too young.
一般社団法人日本煙火芸術協会60周年記念事業花火の部を終了いたします。本日は江戸から続く伝統を継承した花火に始まり、伝統のスタイルにこだわらない現代の技術を結集した創造花火、そして日本の花火をその先の未来へ向けた花火をお楽しみいただきました。日本煙火芸術協会は古くからドイツ、カナダなどで打ち上げを行うなど、さまざまな国で日本の花火の国際化を進めてまいりました。そして香港ではエリザベス女王のために打ち上げ、カナダ・バンクーバーでは英国皇太子歓迎式典にて打ち上げを行うなど、多くの国々から芸術協会の花火が認められております。日本煙火芸術協会はこれからも世界に誇るべき芸術文化である日本の花火を、日本はもとより世界中の皆様に届けるべく日々邁進していきます。これからも日本煙火芸術協会の取り組みにご期待ください。大回りの花火春のショー、世界の花火、日本の花火、一般社団法人日本煙火芸術協会60周年記念事業花火は、株式会社アスクゲイト、細谷加工株式会社、日本カーリット株式会社、カヤックジャパン株式会社、株式会社若松屋、株式会社日本橋丸玉屋、ラジエ工業。